正解とかじゃない。いやー奥深いですな。やはりはい、あどうしよう、こういくか、頼むぞ頼むぞ。あ、よかった先生で、ありがとうございます。先生ならもう上等でございます。いい、オッケー。アスピルいっとくかな、アスピルいっときましょうか。はい、問題なし。知性が下がった。言うな言うな、言わないでくれ。裏切りの牙、もうめっちゃ嫌や、もう入りたないな。よかった敵おらん。よしよしよし、もうこういうあの楽な敵めっちゃ嬉しいです。あー優しいわ。ちょっとなんかもう精神的な休憩ができるっていうね。あー本当にもう小休止タイムですね。辛い半ちゃんが終わった感じ。ここおお行きますよ。もう知らん宝箱なんか、うわー出た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 。先生できてない。おーしナイス。ここからボコられます。巨弱さんの HP が不安っていうか持たないっすね。ほんまアビスウォームきつい。いいとこなしなんですよ。行動もなんか遅いし、マジでいいとこなしやなこいつ。むちゃくちゃ強いっすわ。強いっていうか、いやらしいというか。ブラッドに持ち替えて、そない HP あるわけでもないんですけどね。よし、OK。空振る。これで殺された。あー、つら。下一発入ってるっすよね。安藤さんでとどめさせてもらうか。うわやばくない、逃げた方がいいかな。ちょっとやばいっすねこれ。いやこれやばい、逃げた方がいい。逃げます。ついに逃げた。いやめっちゃきついもん、あれの状況はちょっと厳しいっすわ。あの状況は厳しい。逃げだ、裸足で逃げ出しました。最強ですね。今まで過去雑魚の中で最強。まあ最も嫌ですね、やってくることが。ほとんど物理攻撃しないですし、物理やったらやったでそこそこ食らうし、さっきみたいなあの物理で一回トス上げられて、危ない危ない、お、なんか看板ある。物理で一回トス上げられて魔法が辛いですね。いつの日かここを通る者のためにこの先に地獄へ続く道がある。ヘルエッジロード、うせやん。蔵前麻雀やんこれ。やっぱりもうすごい苦しいんですよ。もう蔵前麻雀をなんとなく想像してたらまさに蔵前麻雀ですこれ。そうかなと思ってたんです。
これが蔵前麻雀かよ。あー森田くん、ちょっと森田くん吸い込む。あー、パウパウパウ、オッケー、勝った。ほんまにこの耐久力もあるのよね。本当に強いです。安藤さんでもちょっと一回吸っとかないともう足りんぞこれ MP が。いいっす。上を確実に倒そうか。あーやると思った。クソ嫌がらせ。この野郎。ドレインで安藤さんアスピル吸って終わりにしましょうか。パウ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 、この野郎、くそー。あ、強っ、倒せねえ。ドレイン、あー強かった。もうどんどん HP が上がっていきますね。はい、回復します。 OK、37、巨弱さんが37。うわ遠いわ、あっちまで歩いていくんでしょこれ。遠い、すげえ遠い。出た、もうこいつら連打やで。うわここほんまきついっすわ。いやもうひたすらドレインやるか。先制させてくれ。ダメが、ダメが、勇者に集まってこい。攻撃、勇者に集まれ。勇者なら回復できるんで。ピヨ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 、何の音やねんこれ。全然竜巻の音ちゃうけど、竜巻の音ってビューみたいなことちゃうの。こんなひよこみたいな音しておかしいぞ。竜巻の中にひよこおるでこれ。ドレイン、もう誰にどう攻撃したかわからんなった。オッケー、400回復。ドレインで80ぐらい回復します。あー40ぐらい、よし、く、出た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 。だいたい狙われるのインドの槍ですよね。なんか嫌われてんのじゃん。なんかだいたい狙われるのインドの槍なんですよ。ドンってどつかれんの。あーですよね。いやー1戦闘に超時間かかる。
つらい。ちょっと皆さんも我慢してください。ここはここは我慢の時やわ。いや本当に強いので、こちらもね、ずっと HP を全然減らされないっていう時期が続いたんですけど、ここに来て HP 減らされてるから、すごい上がっては HP が上がっていくチャンスではあるんですけどね、 HP 上げるチャンスでは強弱3000ぐらいまで持っていけそうですよね、このロード、ヘルエッジロードを通れば、地獄のヘルエッジロード、もう777やった瞬間もう終わりましたすぐ終わった。よし、オッケー、ありがてー、もうすごいありがたく感じるわ。なんやの、この温かみすら感じますね。いいっす、アイスリザードやのにこんなにあったかい。はいはい、もういらんねんけどな、全然。ハイポーション、今さらパカリ、はい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 、あーオッケ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 ー、こいつらならマシマシ、全然マシ。ちょっと待ってください、ブラッドからサンブレードに持ち替えてのファイヤー、そして2人でモルボルグレートぶっ殺す。よっしゃー、あーいいコンビやわ、本当にもういいコンビ、兄弟や。巨弱さんの肉親なんですよね、確か。兄弟みたいな顔してますけど。あんま似てないですもんね。やっぱ、インドの槍が結構イケメンやから。いいっす。ん？なんかレベル上がった。ちょっと処分しますかね。南極の風、裏切りの牙、トンカチと金の針は捨てれない、守りの指輪、守りの指輪だ。ここかな。あ、ここか。え、良さそうやんな。装備して、巨弱さんにつけときます。良さそう。なんとなくですけど、良さそう。まあ、その状態上耐性みたいなのであれば、そう嬉しいですけどね。OK。し。燃やせー。いやもうありがたいわ、こいつらマシですから。え、数が少ないのと倒しやすいっていうのでもう全然違うんですよね、言うて弱いから。あのウォームはね、倒しにくさが一番つらい。変に硬いから。まだまだ出ますよ、きっと。最近出ますよって言っとくことによって心で覚悟しておくっていう手法を取ります。よしよし。よし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 。最近口に出すことで覚悟をしておく。ナイス、1000超えてる。オッケーオッケーオッケー。
そうそうそう、魔法も効くのも効くというか、まあちゃんと一応入るのもでかいですね。一番強弱さんが得意なファイヤーが入るのがでかい。火の女ですからね。うー、出たー、最後の最後にも、どうしようかな。どうしましょうかね。状態上は怖い、怖い。よっしゃ先生、あれだ、ありがてー。よっしゃ、オッケー、オッケー、やる。ドレイン、バオバオバオ。勇者あんま食らわないですね。防御力はもうすごいあんのよな。そう、まだまだまだありますね。お、でもちょっとマジっぽくなってきたか。お、来たか。ノーエンカウンツ、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 ノー、あ、違う、ハイエンカウンツ。この、こう。よし。693。やれっかな。無理。多分ちっちゃくなる。あ、いや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 、もう絶対、絶対なる思った。ちゃなったー。チャイチー、チャイチーの槍です。おっそい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 。いや待ったれよお前らも、待ってあげろ。なにー、え、なんもないんですけど。これ落とし穴のパターンですかこれ。あー、やっぱりや。ウールグル、パンデモニウムに入った。いや、いや、パンデモニウムから出たいわ。入ってすぐ出たいです。うーわこれ、うーわこれ、強そうやな、強そうですねこれ。でもあいつらのちょっと脅威からは逃げたかな。聞いたー、デスライダーってことはあいつ死人系かもしれないですね。アンデッド系の可能性やね。ちょっとアスピルとか気をつけないとダメですね、ある程度わかるまでは。ピヨ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 、めっちゃ効いてます。サンダースピア、来た。ふむ、来たぞ。ちょっと待て、ちょっと待て、強いんじゃないかこれ。サンダースピアとな。そうでもねえな。おい、ダミー、おい、ダミー、これなんやねん。え、さっき通れたやんけ。どうなってんねんここ。通す気なし。いや、ダミー作りすぎやから。なんぼなんでもね。バウ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 、おし、きっちり回復しとこう。あとマンティスデビルに効く魔法をちょっと調べましょう。物理効くんであんまり怖くはないですけど。あー、ファイヤーとかやってくんねや。しかも珍しい単体ファイヤーですね。え、すげえ珍しいな。ここ最近見ないですよ。ああいう単体魔法やってくるやつ。
あー、ここもダミーっぽいな。いや、今のとこもダミーくせー。ダミー臭さが異常。え、こいつらでもなんかあんまりちょっと前に出会ってたような。ラミアクイーンはずっと出会ってたしな。ラミア倒せへんのかい。よし、インドの槍素晴らしい火力です。ラミアクイーンはまあビビらなくてもせいぜい毒流し込んでくるぐらいですよね。オッケー。ちょっとね、勇者さんが若干攻撃力見劣りしません？サンブレードがどうもね。まあブラッドソードあるから一応役割を果たしてるとはいえ、ちょっとね、通常戦闘において二人に置いていかれてる感は否めないですね。ルーン兄弟がすごいですからね。猛威を振るってます。ほら弱い。くそ、倒せへん、倒せてへん。二人いって倒せへんのあかんで。くー、じゃあめっちゃ食らう、めっちゃ食らう、マジで。え、こんな食らうの。ちょっと待って、ケアル、インドの槍、インドの槍めっちゃ食らうな。ブラッドソードをインドの槍に持たせたいぐらいの気持ちになってるんすよね。ダントツでダメージ食らってる気がする。リボンリボン、リボンリボン、リボンはでもいいでしょ、これ超当たりじゃないの、こんなリボンリボンなんて。女の子やったらもう最高でしょ、読みまくりでしょ、こんな。ジャンプの、ジャンプも待たれるけどやな。とりあえずリボン。いや、リボン状態以上でしょ多分。絶対リボンいいでしょ、これ。リボン。リボン、リボンしとこうか。一応まあ、じゃあ、上二人リボン。で、インドの槍に髪飾りを進呈。よし。お前なんかもう一個ぐらいも、ハイポーションでも持っとくか。いや、リボンは絶対いいと思う。なんか、FF といえばリボンやから。ドロップで出るんやな。なんか借りたいっすね、あいつ。まあ、ここから戦いまくるやろうから、もう出る、手に入るとは思うけど。どうせ戦いまくるし、こいつでしょ？デスライダーでしょ？今のドロップ。絶対ドロップするやろうから。ガツガツやっていって、リボン。全員分のリボン手に入れたら、一応まあ、その、状態以上に強いみたいなイメージはあるけど、ただ、それが FF2 で採用されているのかどうかっていうのはちょっと不明なので、まあ、こっから、まあ見てたらわかりますよね。状態上こんだけ来るから、見てたらわかる。なるかならんかっていうだけの話だからね。とりあえず上二人今、リボンつけてます。もう金の髪飾りからリボンに変えるという、この勇者の、なんでしょう、もう、お姉感。もう、戻れないですね。もう普通の男の子には戻れないです。もうこれで行くしかない。お母さん泣いてるけどこれで行くしかない。あー弱え、倒せへんね。しまった。しまった。あー強え。くっ、さすがリボン持ちやわ。強いです。やるやんけ、マジで。どうせやったら生き返らせて HP を上げる。
せこいけど。くっ、インドの槍無敵やね。レイズを受け付けないという。これレイズも状態上扱いになるとかないやろな。あ、大丈夫や、それは大丈夫。しゃあ、HP 上がった。リボンでしょ。え、リボンちゃうんかい。くー、リボン期待したー、今。リボンじゃなかった。なんやな、どうせ言うねん、こんなんで、ほんまに。はい。回復を。いや、結構なんか物理ダメージも食らうようになってきたな。結局なんか物理ダメージの割合系の雰囲気ですよね。なんかそんなようなことが書いてた気がするんですよね。 HP を上げまくってもあんまり意味がないと。それこういうことなんでしょうね、多分。その結局 HP に応じたダメージを食らってしまうから、ズドーンって食らって結局意味ないっていう、まあ、むしろ食らいすぎて回復が大変になるだけみたいな。おっと、すげえ意味深な、宝箱。おっと、ミスリルゴーレム。カッチカチですね。ほら、もうめっちゃ食らう、マジで。耐えられねえ。これファイヤーでいいかな。ファイヤーでミスリル溶けるかな。もののけ姫、タタラバ状態。うわ、カッチカチやで、これ。いや、硬い。これちょっと待って、ブラッドやな。硬い時はブラッドですよね。やばいやばい、めっちゃ硬いです。サンダー、そこそこ入ってる。ルーンアクスはサンダー効いてるっぽい。いや、効いてないけど、まあまあまあ。ちょっと待って、前一匹集中して倒します。サンダー、とりあえず生き返すのはその後や。129、125、440。うわ、強い。そうやね。ほんでヒット数がやっぱりインドの槍がやたらヒット数を食らってるっていう印象なんですよね。中までなんか受けて、安藤さんが食らって160のものが、なんでインドなりが食らったら700も食らってんねんって話なんで、安藤さんの回避率とかに秘密があるのかな。ちょっと一回レイズ、何度でも蘇るさ。500、ナイス。500、ナイス。生き返ってこいね、安藤さん全然食らわん。ヒット数をすごい軽減できてますね。いいですね。ナイス。今4回ヒットで500で、もう1回4回ヒットで500。間違いなく割合ダメージはっきりしたわ。ブラッドソードはもう絶対割合ダメージ。あんな綺麗に500とか揃うわけないですもん。4回ヒットで。つまり今の場合やったら1回ヒット分で125。1250ってことはないから、多分体力2500。5% のダメージを与えるって感じなのかな。一撃で1ヒットにつき 5% っていう可能性が浮上しております。なんかあいつが、こいつが怖かったような気がするんだけど。おしです。4回ヒットで248。
やっぱりな、絶対4で割れるもん。間違いないですね。あ、これこれこれ、ブラスト、怖い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 、当たらねえよ、バカ。よし、外そう。OK、ナイス。よし、初期ボスね。こいつがボスの時も懐かしいっすね、マジで。だいぶ来たな。なんかなんやかんやでだいぶ来ましたね。ちょっと待って、すわなかも。いや、なんか感慨深いっすね。いや、弱いもん。いや、さすがに弱い。クイーンとは言っても、もうだいぶ前のボスやから、こいつ。金の髪飾りか。いらねえ。もうリボン。エーテルかい。エーテルかい。こんな大事な感じで置かれてて。いや、絶対おかしいわ。絶対エーテルじゃないもん。僕が今言いたいです、エーテルじゃないです、あれは。エーテルじゃないねん。エーテル置く場合じゃないねん、あれは。あれはエーテル置くとこちゃうねん。ナイスー。あれはもうなんかもうドラクエで言ったらオーブ的なものを置く場所よ、本当に。FF やったら召喚獣の一つでも置くとこですよ。絶対違うんだもん、もう間違ってると思います、多分あれ。置き場所のミスですね。あー、つえー、安藤さん、やば。1300。いやー、一人でいけるやん。一人でクイーン一撃ですよ。やばいねんけど。めっちゃ強い。あっす、あっす。パウパウパウ。ちょっと見えましたね。玉座みたいなの見えたので、ちょっと巨弱さんの MP を回復しないとダメなので、玉座じゃないよな、これ。ちょ、待って待って待って。一回雑魚戦して、強弱さんの MP を回復させる。